こんにちは、デカブリのミケとヒカルです。ということで今日は着地止め丸罰ゲームをしていきたいと思います。よいしょ。こちらに丸罰ゲームのフィールドがあります。着地を止めたら陣地を取っていけるんですが、ヒカルが取ったのをその後に僕が取ったとしたら、そこの陣地は僕のものになるというちょっと特殊な丸罰ゲームでやっていきたいなと思います。止めなきゃ自分の枠にならないんですよね。そう、そして止めなくちゃいけない。技は何でもいいです。技は何でもいい。よし、まあ同じのやってもいいんですよね。そう、よし。だからなんかまあ見せっぷして、はい、なんかすごい技やってもいいです。止まれば止まれば止まれば自分のものになります。レッツ、最初じゃんけんぽい。高校よし。あれ丸罰ゲームって先行の方が強いっけ。先行の、いやどっちだろう。高校でいいですか。セーフじゃないか。うつらん説、普通に、やば、リーチが。これ真ん中取ればいいんですよね。じゃあ、手前を絶対に取らなければいけない。やる、せい、やる。キノコノコノコ元気ノコ。じゃあ、ミントさんがリーチになったんですか。リーチ、やばい戦略的。真ん中は譲らない。どけ、どけ。おぉ、リーチ。2人ともここしか狙わないの何なんですかね。手前やったら勝てる。どけ。おぉ、いやこれで決めたら強かった。今の止めたらかっこよかったな。ちょっと調子乗ったっすね。勝負展開を変える。よし、ここか。おぉ
を取るか、Tシャツさんがそこを取るか。阻止したあ、阻止したのか阻止したあ、でも、違うか違う、俺が取るべき場所だよ上書きされちゃうのかうーん、きっと来る俺が今から取るかやば違う争ってないもん。どっちかが終わってくれってなってる。頼む。
いや、今止まれたわ。マジこれは頑張った。いっもうやだ、帰りたい。すんだ、俺が決める。上がっておけ。いつから協力し合ってるんですかね。これいいよな。誰も見てないけど自分の顔見てる。頑張れ。みんなが期待している次の着地。ああ、もうダメだ。いいんだ、いいんだよ。惜しい。狙いはいいんだけどな。じゃあ大技だよ。ほんと最後。じゃあ大技決めろ。俺決める。いけ。しません。勝負ということで、バイバイ。